ここで撮影されたんだな。 浄化しようぜ。 この絵だ。上の階の住人がうるさいのよ。 これで呪いは消えたな。持ってきた写真はもうないぜ。アジトにある写真を撮りに戻るか。
世界には君のようにエーテル結晶体に親和性の高い人間がいる。僕たちは彼らを適合者と呼んでいる。適合者はエーテルを吸収することによってまれびとに有効な力を発揮することができる。なぜ君のような人間がいるのか、どうしてエーテルを吸収することができるのかはまだまだ研究中だ。しかし君のような人間がいることで僕らは奴に対抗できる。悪意を持った適合者にね。さて本題だが、君にもらった血液サンプルの結果を伝えておく。 AST と ALT、 それにガンマ GTP に異常な数値が見られた。酒とタバコはやめた方がいいな。それ以外に大きな発見はなし。不健康である以外は普通の人間と変わらないね、適合者も。よし、行くぞ。
音が鳴るんだ。普通に暮らしていたはずなのにな。待たせすぎだよ。悪い悪い。頑張らないと全部救えない。
狙いだ。やれるぞ。
てやれ。しまった。落ち着け。大したことない。何が当たったんだ。どうだろう。何が来たかな。何が出るかな。それは当たりか。
もっと救うぞ。物質も肉体もやがて消える。その場を失った魂は、だがなぜ消えなければいけないのか、なぜ救おうと思わないのか。私が求めているのは支配だ、少しでもない救済だ。君たちを私のことを言うのだ。この行いのことを集え、よるべなき魂。この場所、嫌な気配だ。まあね。
こだ。浄化しようぜ。この絵だ。管理者が嫌い。すぐに嘘をつくから。よし、一つ完了だ。停止であいつの痕跡を炙り出す。どこにでもいるな。
ここで撮影されたんだな。さあ出てこい。次は私を裏切らないで。よし、一つ完了だ。なかなか愛くるしいな。
助けも大変だな。
子玉を守りきれたか。よかった。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。手頃なのがいるじゃねえか。いろんなところに地蔵があるな。よし、次に行こうか。
ケ、この人と知り合いなの？知り合いというか、来人だな。音が鳴るんだ。目が覚めたよ。
だ。よく見つけたな。こんなのじゃないな。こっちじゃないか。ここだな。それだな。呪いは消えた。もう十分だ。
俺にも何か買ってくれたか。会う必要ないだろ。
狙いだ。やれるぞ。
どこにでもいるな。ここで撮影されたんだ。見つけた。ここだな。これだ。落ちたくないのよ。人の恨みはなかなか消えないもんだな。新しい写真を持ってこなきゃ。アジトに行ってみるか。そいつを逃がす。
あれは？これで終わりかな。
そういえば昔の同僚が警察手帳に心霊写真を入れていたな。え、なんで？直接本人に理由聞けると思うか？無理だね。この場所、嫌な気配がする。いい感じだ。住み心地がいいわ。こんな悪霊がいればおかしなことは起こるよな。
Thank you.